安倍サダを不適切にもほどがあるはコンプララマではない。動き始めた裏テーマ、時を超えた親子の物語。安倍サダを3主演のドラマ、不適切にもほどがある。TBSK、夜10時の第4話が2月16日に放送される。配信サービスティーバーのお気に入り登録が100 8万。 2月16日17時現在と、今季ドラマの首位に踊り出て、80年代ネタや現代のコンプライアンスに対する問題提起が話題だ。本当のテーマは別にあるという。駆動館苦労53が脚本を務める本作は、ひょんなことで1986年から2024年の現代へタイムスリップしてしまった。昭和のおじさん小川四郎。 アベルが主人公の意識低い系ヒューマンコメディ。配信だけでなく平均視聴率も世帯7.1%。